報番組、わなまるマーケット、TBS 系、やホームドラマ、天まで届け、銅、などで活躍したタレント、女優の岡江久美子さん、63、が4月23日、新型コロナウイルス肺炎のため東京都内の病院で亡くなった。写真、名コンビ、だった薬丸裕英さんとのツーショット。